こんにちは。今日の競馬は新潟のミサイステークス。予想は副賞で3番、枠連で2枠と7枠、やっぱり2枠と8枠、つまり2番と8、9、10、11が勝てば勝ちですね。長くいい足を使える馬がね、いいのかなとは思います。まあ、あと馬場状態がですね、まあ、回復はしてる、早い上がりが出るようにはなってるんですけれども、はい、まあ、各ジョッキーね、内を避けて通るようになって、先ほどもね、外から差しが決まってましたから、そうですね、はい。まあ、そのあたりのね、ポジション取りも重要になってくるかなと思いますね。さあ、もう一回パンパンありがとうございます。ただ、伊達さん、上位陣3頭が大接戦、現在1番人気がアイスグリーンに変わり、2番人気シービザード、そして3番人気ウィン・オーディン。はい、そうですね、はい、はい、アイスグリーンに関してはちょっとね、返し馬、ババ入場の時にね、ちょっとその難しさ出してたんですけれども、はい、まあ、坂井隆成ジョッキーがうまく、なだめてね、落ち着かせてから返し馬だって思ってたので、まあ、その点も良かったかなと思いますね。まあ、ちょっとテンションが上がり、今日は24時間テレビじゃなくて、はい、まあ、くこっち見る、レースも出したなと、もちろん当たり前だろう。デビュー戦阪神でマイル戦を経験、前走国家の全国のペイトを経験しています。さあ、枠入り順調に行われていましたが、笠松で2戦2勝、今日が中央デビュー戦、このスタンで少し枠入りを嫌がっています。鞍上は吉田豊です。今日はこのスタンレーが笠松で2戦2勝、圧勝をして今日中央デビュー戦、さらには11番のピンクジンは唯一の2勝2番、全11頭、さまざまな若駒が将来の G1 ホースを目指して、世代最初のマイル重賞、この新潟2歳ステークスです。さあ、勢いをつけましたがスタンレー、なかなかゲートに入ってくれません。改めて上位3頭は大接戦、1番人気のアイスグリーン、さらには2番人気シーウィザード、そして3番人気ウィン・オーディン、そして4番人気北ウィング、5番人気のロードディフィート、ここまでの上位人気5頭までが単勝1桁台の人気です。右足はもう完治ですか。良かったですね。西日に照らされて今スタンレー目隠しをしながら、さあゲートに収まることができるでしょうか。今スタンレーおとなしくゲートに収まりました。残るは1頭です。11番のピンクジン、このメンバーの中では、あれ、これ24時間テレビの撮じゃないですか。当たり、係員に引かれて今ゲートに収まりました。第42回新潟2歳ステークス、今スタートが切られました。バラバラとしたスタートの中でグラニット好スタートを切りました。さらには横からバグラダスです。やはり逃げます。バグラダスしっかりと花に立ちました。2番手追走がグラニット、さらには外からはタマモブラックタイです。そしてその外10番アイスグリーン、坂井隆成1番人気は4番手につけました。そこから2馬身ほど離れました。その後方シーウィザード、まもなく3番を応援してる感じです。その後方ですがオレンジの帽子、9番のウィン・オーディンです。切れ味勝負、内からはロードディフィートも上がっていきました。その間から内カポコ、そして前から4番目です。その後方ですが残るは2頭、北ウィングがいて、最後方からはスタンレー、今日が中央デビュー戦。さあ、3、4コーナーの中間地点です。レースを引っ張ります。前から3番目の前から後ろまでは10馬身2台、それほど縦長にはなりませんでした。今並んでいって、マスク何枚にいる5番がちょっと邪魔ですね。中小発生離れでしょうか。ルーキーの角田大が現在真ん中空いた、前空いたぞ。上がっていった1番人気のアイスクリーン、さあ、これいけんじゃないか。最後の直線、長い新潟の直線、い
内で5番のマグラダス、さらには間から玉もグラフ、あの黄色い帽子のジョッキーのが3番ですよ、ね、またすぐに内が入った、ほな内でマグラダス、内でマグラダス、出ますね、マグラダス、さらには右が勝ちですよ、そして間をついて玉もグラフ対、そして大阪からはウィンオーディンも来ている、さらには今ちなみに近本、ここでウィンオーディン、ウィンオーディン、内の方からは来た、勘違いだ、赤い帽子だったダメだ、連投切れ味抜群、北ウイングが制しました。そして戸崎啓太今週8勝目、1着は7番マスター銀手35秒9、上がりサンハロン豪華で望む 600m は33秒7でした。グラニット負けですね、はい、馬の中央選択しました、北ウイング連投で、そうですね、まあ、この馬が唯一マイル島のマイル戦で、ね、勝ってる馬だったんですよね、今回のメンバーで、はい、まあ、その先週立ち上がったばかりなんですけど、その時も素晴らしい成績見せてましたし、7番9番で、まあ、ちょっとねスタートで遅れてしまったんですけど、はい、まあ、ジョッキーがねうまくこれ外れ馬、ね、誘導してましたよね、そうですね、まあ、今各馬ね相当外にね残念また開けていましたので、はい、まあ、そこでうまくロスなくついたのがもう最後のこの着差だったと思いますね。